皆さんこんにちは、ワナリュウリュウシです。今回はスーパーファミコンのゲーム機動戦士ガンダムクロスデミッション0079の第2部外伝編の続きをプレイしていきたいと思います。では早速ストーリーの方を見ていきましょう。いい生活を、させてやることができるという、下りに関しては、ランバラルにやっぱり通じるものがありますね。ランバラルもね、同じようなことで、ガルマの仇討ち、仇討ち、これを狙ってましたもんね。はい、というわけで今回はピクシーだけで出撃ですね。となるとちょっとマガジン少なめでエネルギーパック多めでいきましょう。レベルは24ですね。もうなかなかタイミングよくレベルが上がるっていうことも考えづらいと思うので、このエネルギーパックをうまくですね活用して戦っていきたいと思います。さてまずはマップの確認をしてどれくらい広いかですね。マップが広いと移動だけでエネルギーを消耗してしまうので確認します。マップは2つあまり良くないですね。では早速敵の位置から確認していきます。あそこにイフリートがいる。ではちょっと早速イフリートを狙いましょう。背後を取るとかあんまり関係ないんですけど、さあここは殴り合いで決着をつけに行く。本当はね、ノーザンライトアタック入れたいところなんですけど、ノーザンライトアタック入れるにはコマンドをミスってしまう可能性があるので、
ガチな殴り合いでまずイフリートを撃破しました。あ、撃退かな。さあ、ここも殴り合いでいきましょう。もう結構食らうな。反撃の一撃が156。危ない。危なかった。ちょっと回復します。ノーザンライトアタックができない。まだちょっと足りてなかったかな。そしたら、ノーザンライトアタックのコマンドを入れていきます。155。ミスったな。これがノーザンライトアタックで回復されました。あと何回か入れるとおそらくコマンドで出てくるようになると思うので、なんとか成功させたいんですが、ちょっとコマンドを連続でミスってる。ちょっとひどいな、このミスり方は。ミスってんな。ちょっと一度回復入れましょう。結構ね、コマンドが入りづらいんですよね、やっぱりね。遅すぎてもダメだし、早すぎてもダメだし、もうコマンドが入った、これはいったなっていう指の感覚があるんですけど、なかなかその感覚通りにですね、コマンドを入れるのができてないかなっていう感じですね。ここは、かわせたの大きいな。これでそろそろコマンドとして出てくるぐらいは入れられたかな。さっきも撃退しました。このマップにまだ敵いるかな。マーチンがいた。こんなところにいたな。決める。モザライトアタック。25。ちょっともうコマンドが入りきったと思うので、一度見てみましょう。モザライトアタック出てきました。かわされた。そしたらここからちょっと殴り合いでいくな。マーチンは結構かわしてくんだ。よし、これで終了できました。ちょっと回復してきますか。もう回復アイテムがないな。ではちょっと隣のマップに移動します。リフリートが来るのか。またもう回復アイテムがないので、ね、殴り合いでイフリートに殴り勝つしかない。むしろエネルギーパックだけでよかったかもしれないですね。マガジンは不要だったかもしれない。食らったー。これで150ですよね。よし、さっきの撃退。エネルギーパックがもう一個あればクリアできたかな。残念。ちょっと苦しいかもしれない。ないからな。そうですね。ではちょっとエネルギーパックを、傾向する量を増やして戻っていきたいと思います。はい、では戻ってきました。今回はですね、エネルギーパックを6つ携帯してきました。なので、まあ、前回よりはだいぶ戦いがしやすくなってるんじゃないかな。あとここにもなんかエネルギーパックが落ちたんですね。これもちょっと後で拾おう。あとはもうノーザナイトアタックは打たずにですね、格闘戦で殴り合っていきます。殴り合いでも十分敵を制することができるはず。今度は先。お前だ。
やー最近なかなか強いな。エネルギーパック早めに使います。でここでイフリートと戦う。イフリートも退きました。普通にノーザンライブアタック使うよりも格闘戦を挑んだ方が、格闘戦というか殴り合いですね、殴り合いを挑んだ方が良かったかもしれないですね。では回収して次のマップに移動します。ではリプリートで発見したので殴り合っていきましょう。もうマーチンなのか、さっきの殴り合いで仕留める。エネルギーパックを使って回復したらまた殴り合う。まあだいぶゲーム性があるというよりか単純な作業になってきましたけど、まあ残りあとこのステージも含めて2つ2話というところになって、このままね押し切っていきたいと思います。先でしたね。こちらがマーチンだと思うんですけど、マーチン潰していきます。潰した。さてはまたさっきのマップに戻るのかな。リフリートがいた。リフリートを切る。そしたらアイテムを使って回復してノーザンライトアタックを決めましょう。イフリート、これで2回撃退しましたね。そしてまたマーチンなのかサキなのかが接近してきたので切っていきます。今回はアイテム、エネルギーパックを、まあ、数とした3つ、さらにマップに落ちてたものも含めて7つ用意してあるんで、まあ、だいぶ、今のところ余裕がありそうですけど、この連鎖がどこまで続くかですね。攻略サイト的なものは全く見てないので、あと何回このぐるぐると敵と殴り合うのをやらなきゃいけないのかっていうのが全くわかんないんですけど、かわしてくるな。マーチン撃破した。マーチンが死んだな。ちょっとここは早めに使います。リパクトアップする。よし、さっきも撃破。撃退ですね。そうなると、あとは、また隣のマップに移って、先とイグリートか。いやいやいや、先に先が来たな。さっきもね、しっかり殴ってくるんで、厄介ですね。1回で150オーバー取ってくるんで、脱出したな。さっきは脱出したようですか。
ムフリーとかメディアに呼びついてます。さあ、ここで、見捨てるという判断をしたんですね。もう、ノクト、どこまで行ってもクズだな。では、ここからピクシーを使っていよいよ思って、イフリートと短期殴り合いかな。ここで終わりなんだ。この退治した状態から、じゃあ次回最終回ということになりそうです。今回はここまでさせていただいて、次回ですね、その様子をプレイしていきたいと思います。